もっと精度綺麗になって気づかなかった。知った時にはもう遅すぎた。先生に隠し事なんて悪い子子供扱い、君が僕にしたキス。男一人暮らし、職業高校教師、国語担当、スーツネクタイ締めて教壇立って、可愛い生徒に人生教えます。恋愛友情悩みなさい、選んだ自分を信じなさい。偉そうなこと言っておくてな俺、にバレないようにデート、日曜休み笑顔レート、付き合おうの言葉言えないまま、もっと生徒綺麗になって気づかなかった。知った時にはもう遅すぎた。先生に隠し事なんて悪い子子供扱い、君が僕にしたキス。姉妹教師の頃出会った、君はどちらかというとおとなしい子で、当時もらった手紙いたずらだと思って、返事もしなかった。君の担任一度もなくて、授業以外は関わりなくて、偉そうなこと言って鈍感な俺、お酒も飲める大人のデート、どこで覚えてきたそのムード、誘われるたび落とされてく。元生徒大人になって気づかされた、今は一人の女性認めるよ。先生のことくどくなんて悪い子大人扱い、僕は君にする。 Yes! 子供の5歳さ、大人の5歳さ、埋まらないはずが近くなっていた。忘れかけていた人を好きになること、今思い出した。今彼女、元生徒綺麗になって気づかなかった。知った時にはもう遅すぎた。先生に隠し事なんて